皆さんこんにちは。 Amazon Web Service Japan のカメラです。これから40分お時間をいただきまして、リインベント2019という今年の12月に開催されるイベントについてお話をさせていただきます。ちなみにコロナ禍で過去リインベントというイベントに参加されたことのある方いらっしゃったりしますでしょうか。ありがとうございます。リインベントというのは毎年11月末から12月頭ぐらいの期間にかけ米国ラスベガスで行われる AWS の最大イベントになっています。今年は12月の2日から6日で開催を予定しています。昨年リインベント2018というイベントが開催されています。昨年は7つのセッション会場、これは主にホテルになりますが、に世界中から5万人を超えるお客様にご来場いただきました。キーノートのライブ配信などは10万人を超える方に視聴いただき、テクニカルセッションを中心に2100を超えるセッションをお届けしています。日本からは1381名の日本の方にご参加いただき、それに加え AWS の日本の社員が120-130名ぐらいですかね、大体1500名ぐらいで1週間ラスベガスに滞在し、最新のテクノロジーをいろいろ体験していただくと、そういったようなイベントになります。今日ここで開催されている AWS サミット東京、この AWS サミットというイベントは世界中で20を超える都市で開催されているイベントですが、この AWS サミットとリインベントというイベントのそれぞれの違いについてまずご紹介をさせていただきます。まずそれぞれに共通していることはクラウドの価値の訴求です。皆様にクラウドコンピューティングというのがどういうメリットをもたらす可能性があるのか、そういったことをお届けするイベントという意味では共通しています。その中で我々が非常に重視しているのはお客様の声です。ベンダーがこのサービスいいですよという話だけではなく、実際にそのサービスを使っていただいたお客様がどのようにお感じになられ、どのような苦労があり、それをどのように乗り越えていったか、そういったようなお話を皆さんにお届けすることを注力しています。ここから少しこのイベントの2つの性質が異なってくるんですが、AWS サミットで重視している内容はクラウドのメリットであることは事実なんですが、その中でもベストプラクティスシェアです。新しい技術をどのようにビジネスに取り込んで、どのように成功したか、これから取り込んでいくんですよ、やっていくんですよ、世の中こうなるんですよという話だけではなく、ベストプラクティスとしての成功体験を皆様にお届けするというのが AWS サミットです。一方リインベントというイベントは、とにかく新テクノロジーを駆使した新しいサービスを圧倒的な量で皆さんにお届けすると、そしてベストプラクティスより先に最先端のテクノロジーを皆さんにご体験いただき、その情報を世界中から集まったエンジニアが各国に持って帰り、試し触ってみて AWS サミットでそのベストプラクティスとなったものをご報告いただくと、こういったような2つのイベントのサイクルを AWS でご提供しています。もう一つ、アマゾングループにはハブファンという社員の標語があります。一生懸命働いた後は遊びましょう、そういうコンセプトですが、リインベントでは毎年日本のお客様向けにジャパンナイトというナイトイベント、それからリプレイという DJ によるクラブイベントを開催しています。このリプレイというイベントは非常に巨大なイベントでして、リプレイというイベントが始まる数週間ぐらい前からラスベガスの巨大な敷地にものすごい巨大なプレハブを建てるんですね。だいたいこれぐらいの大きさです。この会場ぐらいの大きさのプレハブを建て、一夜限りのパーティーを皆さんに楽しんでいただき、情熱を交換し、テクノロジーを楽しむと、そういったようなイベントになっています。これは昨日の気象講演でもご紹介させていただいた図ですが、Amazon Web Service は皆さんの要望をお伺いしながらそのサービスをアップデートし続けることを皆さんにお約束しています。
昨年では1957回、おととし1430回の機能拡張をしています。これらの機能拡張の多くは機能改善、もしくは既存のサービスに対する機能の追加というのが当然数字の主になるんですが、リーメント期間中は主にそうではなく新しいサービスをリリースすると、言ったところがメインのイベントになっています。おととしは40強のサービスがリインベント2017では発表されたんですが、昨年2018では100を超えるサービスが新しく発表されています。私の方であまりに情報量が多いもので、日本のお客様にそれを整理してお届けするために、ブログを書いているんですが、おおよそ発表された数をブログからプロットすると、リインベント開催前に、2週間ぐらいかけて76個のサービスが発表され、その後毎日これだけの数のサービスが発表される、そういったようなイベントになっています。リインベントでは1週間にわたってイベントが開催されるんですが、昨年は全部で5つのキーノート、もしくはそれに相当する大型イベントが開催されています。日曜日はミッドナイトマッドネスという大型のナイトパーティ、月曜日にマンデーナイトライブ、火曜日がパートナー様専用のキーノート、そして水曜日がメインのキーノートであるアンディ・ジャシーのセッション、次の木曜日が CTO であるワーナーのキーノート、それぞれのキーノートにおいて多くのサービスが発表されています。このセッションではこれから時間の許された限り発表されたサービスを一個ずつ紹介をしていきたいと思っているんですが、その前にキーノートの基本的なメッセージ、キーワードについてご紹介します。ここ数年間 AWS では一貫してビルダーズという言葉を使っています。これは物を作る人たち、 IT の世界でいうと開発者、デベロッパーのことを言っています。このビルダーズという人たちに AWS は何を提供したいと思っているか、何を提供してきたか。クラウドコンピューティングは今世界で数百万を超えるお客様にご利用いただき、日本でも数十万のお客様にご利用をいただいています。まだまだ IT 業界では新しい考え方であることは事実ですが、ニューノーマル、新しいスタンダードという立場を確立しつつあります。そしてビルダーが必要としているのがフリーダムとスーパーパワーです。投資済みの既存アセットに縛られることのない自由闊達なものづくりのスタイルを AWS は開発者に提供していきたいという意味を込めてフリーダムと名付けています。そして AWS を使えばいつでも好きな時に好きなコンピュートリソースを数分間で確保することができます。これは従来のオンプレミス型の IT では数ヶ月かかったような作業が数分間で完了する。昔に比べてエンジニアが手にしている力をスーパーパワーというふうに表現しました。そして去年のリインベントの中で繰り返し対応されていたキーワードですが、これはビルダーの心の叫びを表しています。 I want it all, I want it now。 物を作る人は物を作りたいわけです。物を作るための道具を作りたいわけでは決してないです。であれば AWS は物を作る人たちに対してやるべきことは、道具をなるべく洗練された形であらかじめなるべく多く作っておくと。現在 AWS は165を超えるサービスをご提供しているんですが、それぞれの会社さんによって必要なサービスというのは当然非常に限られています。165のサービスを全て使ってらっしゃる会社さんというのは、世の中には存在しないんじゃないかと。なるべく多く道具を作っておけば必要なものを必要な時にピックアップしていくことができますので、それがビルダーズを支える AWS の基本ポリシーですよ、そういった話をキーノートでしています。
でここから各キーノードの新サービス発表のダイジェストの話に入りたいと思うんですが、日曜日のミッドナイトマッドネスは新サービス発表と同時に変なイベントが開催されています。タトンカチャレンジというものです。これは AWS が毎年やっている恒例行事なんですが、熱々の激辛の鶏の手羽の唐揚げです。それの早食い大会です。毎年例年日本からも多くの方が参加いただき、この参加料自体は無料なんですけれども、手羽先の食べ放題に、チャレンジをすると。ちょっと話が脱線しますが、非常にアメリカンダイバーシティだなと毎年感じるのが、このタトンカチャレンジ手羽先の食べ放題のイベントにもかかわらずベジタリアンの方が参加されるんですね。でベジタリアンの方はどうなってるかというと、チキンウィングの代わりに机に大量のセロリスティックが盛られてるんですね。でそれをモリモリ食べてると。日本でいうと変だなと感じるんですけども、まあ、アメリカという国はいろいろそういったものを飲み込みながら成長しているんだなということを感じれる面白いイベントです。同じ会場で左側でそれがやっていて、右側でキーノートがされているんですが、そこでまず一番最初に発表されたのがこの AWS ロボメーカーというサービスです。このロボメーカーというサービスはロボットオペレーティングシステム ROS を開発するのに必須となるシミュレーション環境を皆さんに提供するものです。実はこのロボメーカーというのは今会場の真ん中でやっているディープレーサー自動運転のシミュレーション環境でも使われています。その他 3D モデリングされた競馬場であったりコンビニエンスストアであったりそういったものが提供されていますので、その中で疑似的に皆さんが開発するロボットを動かし機械学習を回すのかロボットオペレーティングシステムを開発していくのか、そういったところに使えるサービスです。そしてもう2つ、地味ではありますが実際の企業におけるクラウド利用を考えたときに非常に大事なサービスです。 AWS データシンクと、これはオンプレミスのサーバーにエージェントをインストールして、そのエージェントが高速化された状態で、まあ、特殊なプロトコルを使うんですが AWS にデータをシンクしていくと、まあ、こういったことを実現するサービスです。それからトランスファー4 SFTP と、 AWS の S3 というストレージはインターフェースが2つあります。1つが REST、 もう1つが AWS CLI などの AWS が提供しているツールなんですが、 SFTP は従来対応していなかったんですね。このサービスにより SFTP サーバーを皆さんが持つことなく SFTP プロトコルでデータをアップロードできるようになります。ちなみにこれからずっとこのサービスの話が続くんですが、一番下のように東京リージョンで使えるかどうかを書くようにしています。続いてマンデーナイトライブで発表されたものです。まずグローバルアクセラレーターというサービスが発表されました。 AWS の一つの特徴として世界中に21のリージョンが存在しており、それらの多くが AWS バックボーンネットワークでつながっています。プライベートな IP アドレス空間で世界中にシステムを点在させることができるんですが、であればユーザーからのリクエストが世界中のリージョンに飛び回る場合、時としてインターネット上では遅延が発生します。その問題を解決するためになるべく近場の皆さんの近くにある AWS のエッジロケーションで通信を受け止め、あとは AWS バックボーンで処理をしてしまう、グローバルロードバランシングにも使えるサービスです。それからトランジットゲートウェイ、これもネットワーク系のサービスですが、右側の図を見ていただくと AWS は VPC ピアリングという機能を提供しています。これは単一の AWS リージョンや複数の AWS リージョンにまたがったシステムを組む際にお互いの VPC をペアリングすることでプライベート IP ベースで通信をできるようにすることを実現するサービスですが、従来は右上のようにフルメッシュ構成が必要になります。すでに
4つの VPC がペアリングされている状態で1個の VPC を追加する場合、設定は4箇所に行う必要があったんですね。これではスケールしていく間に破綻するということで、右下のようにゲートウェイを設け、トポロジーを変えてしまう、こういったことを実現するサービスです。それからナイトロシステムという AWS が非常に大事にしているハイパーバイザーの考え方が改めて紹介されています。この情報自体が初めて発表されたのは2017年ですが、2018年も発表されています。現在 AWS のナイトロハイパーバイザーというのは超軽量化された KVM をベースとして動作しています。そしてストレージ IO、ネットワーク IO などはCPU やメモリのパワーを使わずに済むように、すべて専用チップで処理がされるようになっています。これによって仮想 OS のリソースがハイパーバイザーにスティールされるという事象を防ぐことができます。そのチップを開発しているのが AWS のグループとなったアナプルナラボという会社ですが、こういった連続的なチップや CPU の投資によって何が実現できているか、それぞれのワークロードによって CPU やサーバーの組み合わせを自由に変えることでコスト効率を良くすることができます。例えばデータベース用のサーバー、フロントのウェブ用のサーバー、それぞれ求められるスペック、 CPU メモリの比率が異なっていきます。クラウドコンピューティングを使うと現在200を超えるインスタンスタイプをご提供していますので、まあ多すぎて選ぶのが大変という問題があるのは事実なんですが、皆さんが必要なワークロードに適したインスタンスを選ぶことができる。そしてプロセッサーを発表させていただきました。グラビトンプロセッサーです。 A1 インスタンス A という名前がついていて、ご想像の通り ARM をベースとしたインスタンスになっています。現在残念ながらまだ東京リージョンでは使えないんですが、そのうち使えるようになるはずです。ちなみに ARM プロセッサー、ね、インテルなんかに比べるといいのは省電力なんですね。 AWS を使う場合、皆さんは電力を意識する必要がないので、省電力が何に嬉しいかというと、当然インスタンスそのものの価格に跳ね返っていきます。今の EC2 より、低価格なインスタンスをご提供することができるようになります。それから HPC 機械学習クラスター、もしくは Hadoop クラスターなどで利用されるエラスティックファブリックアダプターというものをリリースしました。 AWS の EC2 という仮想サーバーは CPU メモリに対してネットワークインターフェースを後から追加することができるというような構成になっています。必要な時に一時的に最大 100Gbps のネットワーク帯域を持つネットワークインターフェースをアタッチすることによって、より高速なクラスターを組むことができるということを実現するサービスです。現在プレビューですが、ご興味がある方はぜひお申し込みをお願いします。そして非常に変わったサービスですけれども、これは実際にサービスというよりは OSS として、Git からダウンロードできるようになっているものです。 Firecracker というフレームワークをリリースしました。この Firecracker というフレームワークは超軽量のマイクロ VM を連続的に立ち上げることを実現するフレームワークです。 AWS 内部でコンテナを起動する際に実際に使われているフレームワークであり、これを OSS ベースで皆さんが独自にご自身の基盤に組み込むこともできるようになっています。実際 AWS では ECS Docker コンテナのオーケストレーションサービスの上に存在している AWS ファーゲートというサービス、それからイベントドリブン型でコンテナをつどつど起動するサーバレス基盤である AWS ラムダというサービス、この2つのサーバレスコンピューティング基盤をご提供しているんですが、これらに Firecracker が使われていますので、すでにその動作は実証済みのフレームワークになります。水曜日メインのアンディ・ジャシンのキーノートです。この前日にパートナー様専用のキーノートがあるんですが、それは今日は割愛させていただきます。
まず、現在東京でも使えます、昨日のキーノートでも出てきたものですが Amazon FSX for Windows ファイルサーバーというストレージ、ファイルベースのストレージがあります。もともと EC2 にアタッチして使う EBS というストレージは複数の EC2 から一つのストレージをアタッチするということはできなかったんですね。これが基幹システム、既存のシステムをクラウドへマイグレーションするときの一つの課題となっていました。1年前に Linux 環境でこれを解決する EFS、エラスティックファイルシステムというサービスをリリースしているんですが、Windows 環境は未対応のままでした。で、これによって Windows 環境でも共通のファイルストレージが作れるようになっています。それから AWS コントロールタワーというサービスがリリースされました。これは大きい組織において複数の AWS アカウントをまたいだシステムを構築するような場合にそれぞれの AWS アカウントを従来は個別で管理する必要がありました。マスターの AWS アカウントを作りそこで適用したセキュリティ設定がその下に紐づいている AWS アカウントに全て適用されると、こういったようなセキュリティの一括管理を実現するサービスが AWS コントロールタワーというサービスです。現在まだ東京リージョンでは未対応ですが複数の組織にまたがって AWS をご利用いただく場合は今後必須になっていくサービスになります。もう一つ近しいことを実現するサービス、コントロールタワーと組み合わせるサービスが AWS セキュリティハブというサービスです。これも先ほどと同様に複数アカウントにまたがった AWS の運用をされる場合セキュリティインシデントの管理は従来複数にまたがって行う必要があったわけですがこのセキュリティハブというものは複数アカウントで発生するセキュリティのイベントを一つのダッシュボードに一元管理することができるようになります。現在プレビュー期間中ですのでご興味がある方はぜひお申し込みをお願いします。そして気象公園ではデータベースフリーダムというコンセプト、皆さんがいつでも自由に好きな時に好きなデータベースを選ぶことができるんですよと、これがフリーダムですというお話をしましたがそのうちの一つです。 Amazon Time Scale、 これはスケールする IoT のエコシステムを支えるために設計されたデータベースです。普段データベース RDB の SQL を書いてらっしゃる方なんかわかると思うんですけども時系列データの取り扱いというのはデータベースへの保存は簡単ですがその取り出しが極端に大変です。まあ、CPU のコストパワーを組むと、この Amazon Time Stream は時系列データを操作することに特化していますので数兆単位のデータまでスケールさせることができます。我々の試算では RDB に比べ時系列データの取り扱いのコストは10分の1ぐらいになるであろうと、こんな発表をしています。もう一つ、クォンタムレジャーデータベース、英語なのでかなりややこしく QLDB と言っているんですが、日本語で平坦に言うとブロックチェーンデータベースです。ブロックチェーンの技術特性というのは一度発生したトランザクションを改ざんできないという技術特性があります。であればブロックチェーンがもう一つ持つ分散ネットワークの特性を除き中央集権型でデータの改ざんをできないようにしたデータベースがこの QLDB というものです。すべてのトランザクションはデータベースの中に一連の流れとして蓄積されていきます。途中でこのトランザクションをなかったことにしたい取り消したいとした場合何が起きるかというとこのトランザクションを取り消しましたよという結果が必ず蓄積されていくと、まあ、こういったことを実現します。例えば何がしかのセキュリティのシステムであったり著作権管理のシステム、こういったところへの利用が期待されています。一方そうではなくイーサリアムなどをベースとしたブロックチェーン分散型ブロックチェーンのシステムそのものを使いたい場合はこのマネージドブロックチェーンというサービスを提供します。
これは分散ネットワークによるスケーラブルなブロックチェーンネットワークを作ることに特化したマネージドサービスになります。ちょうど一昨日ですね、ソニーミュージックさんが、こちらの事例を記者会見で発表いただいていますので、もしご興味があれば合わせてご覧ください。そしてエラスティックインファレンスという機械学習の推論に特化したサービスを発表させていただいています。実際に機械学習を企業が商用利用する場合、一般的なコスト比率はこうなります。学習基盤というのは非常に高価な GPU を搭載したインスタンスを必要としますので、時間あたりのコストというのはむちゃくちゃ高いんですね。しかし常時学習を回し続けるわけではないので、商用環境であれば推論のコストの方が当然このように学習を上回ります。であれば推論環境に対して推論に特化したモジュールを低価格で出し、そのコストを下げましょうというのがエラスティックインファレンスです。既存の EC2 インスタンス M4 とかそういう普通の EC2 インスタンスにエラスティックインファレンスというのを後からアタッチして機械学習の推論のパフォーマンスを向上させるというサービスです。もう一つ発表させていただいたのが AWS インファレンシアです。先ほどのエラスティックインファレンスと似てるんですが、これはチップそのものです。もう EC2 に推論のインターフェースをアタッチするのではなく、より汎用にいろいろ使える機械学習の推論に特化したチップそのものをリリースしようという計画を発表しています。ここから少しだけ機械学習の話に入らさせていただきたいんですが、機械学習一般的に教師なし学習、教師あり学習に分類されます。両方ともやることは同じで、与えられたデータに対してある一定の共通項を見出し、それを推論のモデルに仕上げていくと、そういう動きをするんですが、教師あり学習の場合はそれに加え、あらかじめラベル、正解がついたデータを与えられることによって、出力時にその結果を出力することができるようになります。例えば猫、犬、鳥というものを判別させるためには、学習させる元データにあらかじめ猫、犬、鳥というラベルをつけておく必要があります。この作業がかなり時間を食います。それを解決するのが Amazon 政治メーカーグラウンドトゥルースというサービスです。正確に言うと、その手間自体が解決されるわけではないです。人間が作業をする必要があるんですが、可能な限りそのインターフェースを整理し、 AWS の政治メーカーという機械学習基盤とシームレスにつながるように設計をして、なるべく手間を減らすと、そういうことを実現するサービスです。で、現在他社のアノテータサービスともつながるようになっていますので、興味がある方はお試しください。先ほどの図ですが、教師あり学習には技術的な限界があります。人間がラベルをつける必要がありますので、人間の判断能力を超えたものを実現するのは一般的に困難です。例えば囲碁、チェス、将棋なんかのように人間に打ち勝つモデルを育てるためには、機械同士で学習をしてアルゴリズムを高めていく、そういったような手法を取る必要があります。それが強化学習と言われるものです。それを実現させるサービスが Amazon 政治メーカー RL The Inforce Learning というサービスです。これも先ほどのロボメーカーと同じように、ディープレーサーの挙動を支えるコアとなるサービスです。ディープレーサーはこの政治メーカー RL の中でロボメーカーと連携して実際のシミュレーション環境を作り、車を無作為に走らせて、コースをはみ出たらマイナス1点、まっすぐ走ったら1点というラベリング付けを行いながら、スコアリングですね、失礼しました、を行いながらモデルを育てていっています。それから機械学習の知識を持っていらっしゃらないエンジニアでも API コールだけで機械学習の機能を使えるようにしようというサービスもいくつか出ています。一つが Amazon テキストラクト、 OCR のサービスなんですが、通常の OCR と違って読み込んだ画像
がグラフであればそれを数値に戻すという機能が、アナウンスされています。現在プレビュー中ですのでご興味がある方はぜひご利用ください。もう一つ Amazon フォーキャスト、これは Amazon.com で使っているフォーキャスティングのシステムのアルゴリズムをそのままサービスに転用したものですが、在庫予測、売上予測などを過去の実績データをもとに出力します。 API コールだけで使うことができますので機械学習の知識は不要になっています。もう一つちょうど昨日ですね、レコメンドエンジン、これも同様に Amazon.com のレコメンドエンジンのアルゴリズムをそのまんま使えるようにした Amazon Personalize というサービスがリリースされています。これも合わせてお試しください。そして、結構波紋を呼んだサービス AWS Outposts です。これは右下に出ているラックハードウェアそのものを皆さんが申し込めば AWS のセンターから皆さんのセンターに送られるというそういうサービスになっています。現在ローンチ準備中ですのでまだあまり詳細をお届けすることはできませんが、これさえあれば AWS そのものが皆さんのデータセンターで実現できるかというと実はそうでもなかったりします。 AWS というのは複数のデータセンターにまたがったシステムを数クリックで構築できるというのも一つの大きなメリットです。この AWS Outposts はそうではなくその機能だけを皆さんのデータセンターで実現するという形なので、おそらくハイブリッド環境などで運用を統一していくと、まあ、そういったような使われ方がされていくと思います。で、ここから最後のキーノート、ワーナーのキーノートですね。まず Amazon Aurora という RDS があります。AWS の複数データセンターにまたがったシステムのデプロイを前提として再設計された RDB が Amazon Aurora です。複数のリージョンにまたがったデータベースを組む際にリードレプリカ、これをクラスターとして別のリージョンに作ることを実現するのがこの Amazon Aurora グローバルデータベースというものになります。まあ、これによってグローバルでシステムを展開する際に単一のデータベースでシステムを運用することができるようになっていきます。で、これに続いて予告としてマルチマスターマルチリージョンオーロラデータベースというもののアナウンスがされています。そうすると複数リージョンにまたがってマルチマスターを実現することができます。ちなみにDynamoDB という AWS が提供している NoSQL データベース、これはすでにマルチマスターマルチリージョンの機能がリリースされていますので RDB である必要がないのであれば Dynamo を使うことで同じことが実現できます。あとサーバレス基盤である AWS Lambda ですね、そこに6つ目の言語のサポートがされています。現在 Node.js、Python、Java、.NET、Go、Ruby、そして PowerShell がサポートされています。まあ、皆さんが必要な言語をラムダで実行することができます。で、これでもう一つ機能がリリースされたのがカスタムランタイム for AWS ラムダというサービスがリリースされているんですが、これは何が実現できるかですね。Linux で動くすべてのプログラム言語をサーバレス基盤のラムダで実行させることができるようになる機能です。 COBOL や BASIC などを動かした人がブログとか書いてくれてましたけれども、一つ注意点があります。言語が動くのは非常にいいことなんですが、その言語の実行を支えるライブラリに仮にセキュリティの脆弱性があったとき、サポート切れになったとき、それは AWS 側が自動でバージョンアップするわけではないので、せっかくサーバレス基盤を使いプログラムの実行を支える OS などの管理が不要になったにもかかわらず外部からライブラリを持ち込むと、そのライブラリの管理は皆さんの作業に発生します。なので我々としてはできればラムダを使うときはこれらの言語をまず使っていただきたい。
でこうすると定期的にバージョンアップされていきます。どうしてもそれがダメな場合、コボルなんかまさにそうですけども、ラムダにライブラリを持ち込むと、まあ、そういった順番での検討をお願いしています。そして次ですね、 Amazon Managed Streaming for Kafka、 これアパッチカフカのマネージドサービスです。アパッチカフカというのはいわゆるストリーミングデータを処理するデータなんですが、ストリーミングデータというのはちょっとまあややこしいので解説させていただきますと、動画再生のストリーミングとここでいうストリーミングデータは別物です。ストリーミングデータというのは雑多な環境から連続的に上がってくる一連のデータの流れのことをストリーミングデータと言います。 IoT のデバイスから複数上がってくるものであったり、例えば何がしかのウェブサービスでユーザーが何をクリックしたかというデータであったり、そういったものをストリーミングデータと言います。 AWS はもともと Amazon Kinesis というストリーミングデータのマネージドサービスを提供していたんですが、一方アパッチカフカというものが世の中には存在しています。まあユーザーさんにとっては選択肢が多ければ多いほどメリットがありますので、AWS ネイティブのキネシスを使うのか、もともとカフカを使っていてカフカに得意なエンジニアがいるのであればこちらを使うか、まあ、そういったような選択をしていただくことができます。で、最後にですね、今年に行われる、リーンメイト2019のご案内に戻らさせていただきますが、昨年150を超えるサービスがリリースされ、おそらく今年はその数を超えていくはずです。ちょうどブースの裏側で JTB さんがブースを出していてツアーの申し込み開始されていますので、もしよろしければ費用などですね聞いてみていただければ幸いです。私のセッションは以上になります。どうもありがとうございました。